私はパニコ、35歳です。同じ年の夫誠と一緒にパニ鮮魚店を営んでいます。私も夫も大のお魚好きで、脱サラしてお店をオープンさせたので、初めは契約を取るのにも大変でした。だけどおかげさまで、今では追加の契約を受け付けられないほどの大盛況。その中でも10年来の付き合いがある老舗高級寿司店の金助さんとはとても良い関係を築いています。優しい大将は私たちのお魚へのこだわりを理解してくれて、毎回楽しみにしてくれているんです。今日も金助さんにお届けに参りました。パニ鮮魚店です。うるせえな。わあ、おっと、忘れてました。大将夫婦は優しいのに、息子は正反対だってこと。毎回言わなくても分かってるわよ、しつこい人ね。ああ、息子の妻愛さんもね。こいつら、大将がいないと威圧的なんだから。こちら伝票です。失礼します。スタコラさっさと店を出たところで、大将たちに遭遇しました。あ、お魚をお届けに参りました。ああ、パニコさん、ちょっといいかい。はい。実はこの店、息子夫婦に譲ることになったんだよ。え、今後もお宅で仕入れるように言っておくから、応援してちょうだいね。あんなやつら応援する気になんてなれません。でもお世話になったご夫婦にそんなこと言えない。わかりました。今後もよろしくお願いします。世代交代の日はあっという間に訪れ、新大将から電話がかかってきました。店移転したから、今度から新店舗に持ってこい。移転？そんな話聞いてないよ。今までの店はボロいし、立地も悪い。俺はあんな細々とした店で終わるような男じゃないんだよ。私は夫と一緒に伝えられた新店舗の住所に向かいました。でもね、移転先に到着してびっくり。だって真向かいに神田寿司って別のお寿司屋さんが営業していたんです。ここ半年前にオープンしたお店だよね。うちに声かけてくれたけどお断りしちゃった。感じのいい若いご夫婦だったよな。でもなんでお寿司屋の前に移転したんだろうな。あんなしょぼい店、俺の目に入ってないからだよ。あ、金助さん、あっちはさぞガクブルしてるだろうけどな。相変わらず嫌なやつ。こんなやつと今後も取引しなきゃいけないなんて嫌すぎる。数日後、大将が代替わりして初の納品の日。心配した夫が納品を代わろうかと言ってくれたものの、夫は別の仕事があるので泣く泣く断り、一人で納品へ。あ、おはようございます。遅い。それに何よこれ、なんでこれっぽっちでこんなに高いのよ。スーパーならこの半額。100分の1くらいの値段で買えるわよ。なわけないでしょう。それでは失礼します。こういう時は逃げるが勝ち。それからも新大将夫婦は高すぎる、値段を下げろと言ってくるようになったんです。これ以上は無理だっての。あのぼったくり夫婦め。ねえ、とっとと契約切って安いところで仕入れようよ。でも父さんがな。俺は金好き、父さんから受け継いだ寿司屋を営んでいる男だ。あんな高値で買わされるなんて、あの店どうかしてるわ。どうにか値段下げさせられないもんか。そうね。あ、こうしたらどうかしら。あ、お前頭いいな。妻の素晴らしいアイディアでなんとか道が開けそうだ。翌日、今度の土曜は多めに魚をくれ。多めと言いますと？そうだな、ざっと100万円分かな。100万？大食いなんちゃらが動画の撮影を兼ねてくるから、多めに準備しなきゃなんだ。これは本当のことだ。若い奴らに人気の二人組が俺の店を動画で紹介したいって言ってきたんだ。有名人になるチャンスじゃね。
わかりました。それでは契約書を。なんで？いつものことですが。契約書はまずいな。あ、そうだ、よし書いてやろう。はい、これで100万円分の魚注文しました。ありがとうございます。愛に計画追加を伝えなきゃな。土曜日パニ鮮魚店です。納品に伺いました。はい、遅いぞ。すみません、予定より10分も早いんだけど。今さら遅いんだよな。100万円分の魚もういらない。は？もういらないって、とっとと持って帰ってくれ。困ります、漁師さんに無理を言って多めに分けていただいたんですよ。んじゃ返品したらどうだ。そんなの無理です。お魚は鮮度が命。このお魚たちは全国各地から急いで来てくれたんです。それを返したら鮮度も減ったくれもないじゃないですか。海の恵みを無駄にするつもりですか。それにキャンセルしてもお代はいただきますよ。契約書にそう書いていましたからね。そう来ると思ったぜ。じゃあその契約書とやらを見せてみろよ。後で持ってきます。持ってこられるかな。実は俺、妻にこいつの店に侵入して契約書を盗んでこさせてんだ。契約書なんてとっくに破棄してんのに気がついてないでやんの。それより魚を無駄にしたくないのなら俺が1万円で買い取ってやってもいいぜ。実はな、俺と妻の目的はこれ。キャンセルして行き場を失った魚を値引きさせて買い取ってやるのさ。100万円分を1万円でなんて無理に決まってるじゃないですか。そもそもその魚にそんな価値ないだろ。そんなん高値で売りつけていい商売してもんな。おりゃいいんだぜ、その魚が無駄になっても。ねえ、1万で渡さないなら今後の取引はなしだ。それが嫌なら置いてけ。ついでに今後はこれまでの3割の値段で売れ。わかりました。よっしゃ、作戦どいせ。金輪際オタクとは関わりません。なんだと？そんなことしたら父さんたちが。知るか！なあ、お魚の価値がわからない奴にはどんな大金を積まれてもお渡しできません。そもそも自己都合でのキャンセルは全額支払いの上、今後の取引を一切行わないと記載していますからね。だから1万で。1億積まれてもあんたにこの魚を渡したくないってお話をしてんのに何が1万じゃ。なんだよ、取引先を失って泣くのはお前らだぞ。俺はどの魚でもうまく握ってみせら。泣くのは私？それはどうかしら。ああ、今日という日があなたにとって最悪な日にならないといいわね。うるさい、とっとと出て行け。この女は強がってるだけだ。俺は魚屋をとっとと追い出して予約分の魚を確保するために妻とスーパーをはしごした。作戦が失敗に終わったと思いきや、スーパーの安さに驚愕だった。妻も利益が出ると大喜びで、結果オーライかな。勢いで出てきてしまったものの、この大量の魚どうしよう。せっかく漁師さんたちが譲ってくれたのに、このままじゃ無駄になっちゃう。あら、お魚屋さん、どうかしたんですか。声をかけてくれたのは目の前のお寿司屋のおかみさんでした。ああ、実は私は今起きたことを話しました。え、それじゃあその魚私に全部売ってください。でもキャンセルになったものですし。構いません。ありがたい申し出でしたが、ある懸念がありました。100万円分購入されても使い切れないんじゃ。いえ、大丈夫です。あなたの魚なら大歓迎です。なんと神田さんは使い切れる見込みがあると全部購入してくれたんです。あー、神のようだ。それにね、神田さんの話じゃどうやら面白いことになりそうなんです。さてさて、寿司屋金好きの回転が楽しみだな。いしし、なんだなんなんだ、今日の客はなんだかおかしいぞ。最初の客は2貫でお会計、今の客は1貫で終わり。それに今日はやけに産地や仕入れ先、
いつ仕入れたのかなんてことまで聞いてくる割には答えても無口になって帰っていく。これはもしかしてみんな金がないのに無理して食べに来たってことか。そうだそうだ、だからみんな一貫だけしか食えないんだ。まったく、これだから貧乏人は嫌になる。有名な高級寿司に話題作りのためだけにやってきやがって。これじゃ大損失じゃないか。ねえ、寿司ネタ減ってないじゃん、やばくない？今日はケチ客が多いんだよ。でも俺はついてる男さ。こんにちは、予約していた原とふとみです。待ってました。そう、大食い様がいらっしゃるからよ。こいつらなんてスーパーの特売品で十分だろ。どうせ味わうことなんて知らないんだからさ。まずはタイね、どんどん取っちゃって。これ何ですか？だからこれはタイ。そうじゃなくて、タイは天然のマダイを使用していると書いてありますが、これ本当に天然マダイですか？え？それにあちらに提供されたトロは随分色が落ちていますね。そこにあるタコはどう見ても海外のものだし。なんだこいつら。いや待て、慌てるな。こいつら俺を試してるんだ。こんな大食いに魚のことなんてわかるはずがない。冗談やめてくださいよ。うちは全部天然、国産の最高級の魚しか使ってませんよ。いやいや、どっからどう見ても天然じゃないっすよ。あなたもプロならわかるでしょう。いや、どこがどう違うってんだ。これ本当にパニ鮮魚店から仕入れてます？あ、なんでパニ鮮魚店のことを知ってるんだ？お宅のホームページにも書いてあるし、俺たち友達からここでパニ鮮魚店の魚が食べられるって教えてもらったんですよ。それが何だと思ってると、ヘタミってやつがどこかに電話をし始めた。まずいまずい、どうしよう。でも仕入れ先をしているならこっちのもんだ。あ、そうなんすよ、パニ鮮魚店で仕入れてんすけどね、今日のは鮮度良くないなって思っていたんですよ。これでよし、これなら俺も被害者だ。良くないと思いつつ客に出してるってことっすか？いや、俺は違いに気がつかなかったけど。プロなのにこんな明らかな違いも分かんないんですか？俺は何も知らない。聞くならパニ鮮魚店に聞いたらいいだろ。呼んだ？安い魚売りつけてんのかって。うわ、これはまずい、どうにかしな。やだな、さっき100万円分のお魚をキャンセルしたの忘れたの？それうちの魚じゃないですよ。お宅から買ったじゃないですか。先代から10年の付き合いなのに今さら。100万円分の魚もういらない。は？もういらないって、とっとと持って帰ってくれ。なんでそんなもの。あんたが怪しかったから録音してたの。そんなの証拠には。私も証言するわ。そのキャンセルしたお魚、うちが買い取ったんだから。あんた向かいの。今日の日付、100万円分の領収書もあるわ。え、神田さんところでパニ鮮魚店の魚食べられるの？神田っちがこの店教えてくれたのに。結局神田っちのところで食べられるのかよ。え、そう、この店を彼らに教えたのは私よ。この人たちはグルメ同好会の仲間なの。どうしてもパニ鮮魚店の魚が食べたいって言うから、目の前に移転してこられてムカついたけど、美味しいもののために教えてあげたのよ。パニコさんからここに大食いのお客さんが来るって聞いて、それならすぐに彼らが味の違いに気がついて私に連絡してくれると思ったの。だからお宅がキャンセルしたお魚を全て買い取ったのよ。そんな。そんじゃあそっちの店行こう。席空いてる？え、夫があなたたちを待ってるわ。よっしゃ、念願のパニ鮮魚店の魚。俺も行こう。私も。なぜか店中の客が代金を置いて出て行ってしまった。どういうことだよ。みんなパニ鮮魚店のお魚目当てで来てたから、あなたはもう用なしってことね。はあ、ただの鮮魚店だろ。あなた、お寿司屋なのに知らないの？パニ鮮魚は全国の漁師さんに捨てがあって、どこよりも美味しいお魚を仕入れる力を持ってるのよ。誰もがパニ鮮魚と契約をしたがる超有名店なのに、最高のお魚をキャンセルして
契約も切るなんてありえない。まあおかげで目の前の私たちのお店が新規契約できたからよかったけど。そんなすごい店だったとは。これは逃がしたらやばい。いやお前、契約破棄は破棄だ。明日からもちゃんと納品しろよ。嫌です。ああ勝手に取引終了しやがって。詐欺で訴えるからな。取引終了をほのめかしたのはお宅でしょ。それに自己都合でのキャンセルは今後の取引を行わないって契約書に書いてるってお伝えしましたよね。その契約書はどこにあんのかな。とっくに証拠隠滅。ここにあるけど。なんでって。はい、お前盗んで破棄したって言ったのは嘘だったのか。コピーして店に保管していた分なくしちゃったから、自宅に保管していた原本を再びコピーして持ってきたんだけど、あれってなくしたんじゃなくて盗まれてたんだ。いやまあカメラ確認したから犯行現場はバッチリ残ってるけどね。知ってたのか。もちろん。契約書を破棄するために不法侵入はまずいわね。窃盗も加わっちゃってるし、それに加えて提供する魚の産地や仕入れ先を偽った不正競争防止法にも引っかかってるわで、お寿司のネタよりもあなたたちに課せられる罪の方が多いかもね。私は関係ない。こいつがやれって言ったの。そもそもキャンセルの話も仕掛けたのはお前だろ。計画失敗して契約切られたのはあんたでしょ。食べる前から産地偽装を見破られるなんてダサすぎ。何が客に味の違いがわからないよ。産地偽装がもろバレしてんじゃないのよ。なんだと。何よ。はいはいストップ。お取り込みのところ悪いけど、先ほどのグルメさんカメラ忘れてんのよね。悪いライブにしたまま忘れてた。ライブって、まさか今の映像全国に流れてたとか。ああいえいえ。なんだよかった。全国じゃなくて世界中にっす。これで有名人っすね。俺の人生おしまいだね。泣くのは私じゃなかったでしょ。寿司屋金好きは世界中に恥と自らの罪を公開し、猛バッシングの中閉店。夫婦は罪を償うために警察のお世話になっています。元大将は後日裁きを聞きつけて謝罪に来てくれました。ついでに上田さんのお店に行き、元大将たちはすっかり常連さんに。上田さん夫婦のお店は大盛況で、連日予約の電話が鳴り止まないようです。私も上田さんと正式に契約を交わして、今はすっかりお得意さんです。こんにちは、パニ鮮魚店です。今日はタイにブリにイワシにウニ、それかな、とにかく美味しいお魚が揃ってます。みんな美味しいお魚を食べたら漁師さんに感謝を忘れずにね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。